じゃあとりあえずはラストです。ラストです。一旦一回目の、はい、1回目のラストです。はい、こちらの方どうぞ。思い入れのある選手に感情の抑えが効かないカビラ・ジェイさんの選手紹介、2006ワールドカップ予選編。さてそれでは改めて日本のスターティングメンバーをおさらいしておきましょう。まずはゴールキーパー、日本の守護神奈良崎誠吾。そしてディフェンス、右から梶、宮本、中澤、サントス、そして小笠原光雄。頼んだぞ光雄。素晴らしいですね。ね、名人芸だね。これいなきゃダメですね。そう。もうカビラ J の方が最近もうこのちょっと乗っかってるとこありますよね。そうそうそう。そう。そう。やったら。そう。花丸くん。くん。花丸くん。多分やってほしいんだよね。もっと。さあ今週は舞鶴を調査しましたけども、はい、いかがだったでしょうか。何て言うんでしょう、今回はですね、うん、ご紹介するお店もそうですけど、はい、うん、もうお二人のこの思い出が、うん、ね、深くて前半いい思い出、後半悪い思い出、うん、思い出の前編後編思い出のね、今回はがお届けできたという、ね、そうですね、あ、あの視聴者の皆さんにはぜひね、今この江戸ちゃんの前に、まあ、これはちょっと別料金ですけど、はい、これが実はランチなんで、ね、まあ、串カツランチ、はい、これ一体いくら、はい、7本あって冷ややっこ、ね、ポテトサラダ、お香のもの、ね、だからこれはところてん、お味噌汁、ご飯、おかわりで、これはい、あ、社長800円。安い。それはそうなりますね。ですよ、これ。いや、これが19万8000円ならね、800円ですからね、え、この、ね、我々の思い出が詰まったこの店に、はい、ぜひ来ていただきたいと思います、はい、本屋を見てぜひ来てください。関さんの思いはこちらです。もう福岡を受け止めきれない。これはもう一か八かのカミングアウトですね。この後まさかの発言が。続いての大吉さんの思いはこちらです。もう福岡を受け止めきれない。これはもう一か八かのカミングアウトですね。花丸大吉です。いやいや、うん、本当ですよ。ダメです。いやだからこれね、ちょっと説明ちょっと難しいんですけど、うん、福岡の人ってすごいんですよ、郷土愛が。ああ、分かります分かります、うんうん、で僕も福岡のこと好きですけど、でしょ、もうあんまり好きみんな言うから、うん、もうちょっともう鬱陶しいな。ダメでしょそれ言ったら。絶対ダメでしょ。これね、正確にちょっと伝えられるのがちょっとね難しいんですけど、うん、好きは好きでしょ。大好き大好き。あんまいい街ないですよね、うん、大好きですけど、うん、なんていうのかな、福岡の県民性というか、うん、福岡の人ってすごい全国ネットの番組で、うん、福岡のこと言われるとキャーって喜ぶのよ、うん、どこでもそうじゃないですか、うん、福岡が、いや福岡は特にやっぱりリクエストされるんよ。ああ、もっと福岡の色を出した方がいいんじゃないか。ああ、なるほど。だ、分かりやすい話、番組例えばノンストップ出るたびに、うん、ホークスのネタ1個ぐらい挟めよみたいなことを言ってくるん。何のために東京のテレビ出てんだろう。福岡の情報を言えよって。そうそうそう。もっと方言喋らな、お前東京に飲まれとうばいみたいなことを。なるほど。居酒屋で隣のお客さんとかからやっぱ怒られたりする。もう参ったなと思いましてね。なるほど。で、花丸さんは結構それを真に受けて、うん、本当に番組中に、うん、あの今本田が骨折しておりますとかそういう情報入れてくる。でもそのために会場がピッてね、収録がちょっと止まる勢いの。関係ないですもんね、だって急にどうしたみたいな。本田の骨折どうでもいいですもんね、今ね。どうでもいいけど、それが流れたら福岡県民はもう大拍手ない。はい、それももちろん大事なことですけど、その距離感がもう最近分からなくなってきたなと思って。なるほど、うん、その福岡県からいただく愛情をちょっともう本当に受け止められない自分がいるなと。ちょっと背負いきれない。背負いきれない、うん、ここまで来たら。これ以上福岡県民の熱い郷土愛を受け止めきれないという大吉さん。さらにバナナマンも驚く福岡へのまさかの思いを告白。福岡のその
ロケも多いわけですよ、うん、で向こうでも番組、ね、自分たちの番組でも福岡でロケしてて、はい、東京の番組でも福岡のロケのオファーが来て、はい、全部街ブラもういつまでやらいんだって感じなんだ。全部街ブラ。花丸と2人で福岡県内多分60周ぐらいするもうやることないの。もうまた来たここに。確かにやることはないのか。何回俺お前と一緒にここでアジサイ見るんだよ。毎年老夫婦のような。もうね飽きたというか。いやいやさ、ものすごいカミングアウトです。それは。いやいや、だから今日も打ち合わせで福岡の美味しいお店を6軒紹介してくださいって打ち合わせをやってきたんですけど、もうそのような打ち合わせも我々300回ぐらいしてるんですよ。もうだから今更美味しい店もよう知らんし。確かに俺ね、ノンストップとかの合間にね、なんかうまいもん最近福岡ありますかとか言うと、うん、で全然空気上京して9年だから、はあ、言ったらもう知りませんよと知るわけないでしょっていう言葉をここで止めてうなずいてるんですよ考えてるふりとかすること僕は。花丸は真面目だからそういう風なアンケートに答えられるようにって福岡行くたびにニューオープンのお店を食べ歩いたりとか。僕だって花丸さんに何度も電話して、うん、どっかありませんかって電話して。今みんなそうじゃない、結構芸人さんなんかでも福岡、ね、うんうん、行ったらどっか美味しいとこないかとかいろいろ。いや一番ひどいリクエストが日村君やったはずよ。僕ですか。普通みんな美味しいラーメン屋さんどこですかとか、はい、美味しいもつ鍋や水炊き屋知りませんかだけど、はい、日村君から花丸に入った電話が、はい、どうしてもホテルが取れません、はい、どうしたらいいですか取れるんだよね、それが花丸さんに。花丸が一人雇ったんですよ。何者なんだ本当に。取れちゃうんだよね、スペアが。これじゃあ東京出ようってなったのはどっち。これは花丸なの。それもまた大地さんっぽいですけどね。いやいやいや、花丸がその好きすぎて福岡のこと、はい、福岡の好きすぎて好きすぎて好きすぎて憎しみに変わったどうやって変わるの。天城越えの世界みたいなね。 あなたを殺していいですかの世界に入っていきます。好きすぎるから。どうしてですかそれは。あのね、たまたま福岡吉本の6個下だったヒロシ、あいつが東京でブレイクして福岡に戻ってきて、あんな感じでイカを飲み込むタイミングがわからんとですみたいなやつでキャーってなった時に、俺の方が博多麺は使いよったとに何そのエピソード。ヒロシに負けるとかスカーンって言い出して、でもう嫌ってなって、2年ぐらい私断って、花丸を説得して、はい、で3年目の時に結構初めてぐらいのマジなトーンで、ラストチャンスだと話聞いたら、子供が小学校に上がると、で小学校に上がったらもう学校を変えられないから、最低6年はもう東京よとかそんな話できなくなるから、今年行かしてくれみたいなことを。結構じゃあでも熱かったんですね。何でも何でも、花丸の方が ね、 なんかコンビ間のここっていう決めるタイミングっていうのは、うん、花丸さんの方がこうしようああしようってポイントポイント、うん、そうね、大きなのはそう、大きなのは基本花丸さん。でも一応許可を得てそれは2人のまあ同意のもとになるけど、まあだからそこまで言うならっつって本当半信半疑で上京してきました。行ったんですか。それで来たの。それで来たの。で苦労するのになと思ったけど、あいつ半年ぐらいで売れたんよね。4月に出てきて10月にはもうトンネルさんのモノマネの番組で優勝して、年末優勝して100万もらって、その次年明けて R1 グランプリ優勝して500万もらって、すげえかっこいいよ。8ヶ月ぐらいであいつ600万ぐらいすごいわ、うん、それはやっぱ力ある、ね、その時どう思いました。もうちょっと早く出てくればよかったな何を俺は止めてたんだろう。3年も止めたんですよね。逆に花丸さん申し訳ないっていう気持ちはあったけど、やっぱ2年3年遅らせたのは僕だったから。でもその時東京出てきて今言ったように、うん、コンビでガンっていくっていうよりも一人で要はモノマネで言ってるわけじゃないですか、うんうん、その時になんか焦りだったり、うん、あれこのままこう仕事バラバラになって東京でこれ相方だけ売れんじゃないかとか、そういう不安はなかったんですか。あ、確かに、ね、いやこれがもう全くなかった。うん、売れるわけないと思ってたもん。ああ、もうそれがあっても、うん、いやだから R1 取って
いろんな番組に呼んでいただいて、まあ、コンビで行くこともあったけど、もうどの番組見ても行ってももうカンペでアタックチャンスって出て、あいつアタックチャンスってしたらもうお役ごめんなよ、うん、だからあそれ以上のことって求められないんだと思って、うん、で今やったら前にも出れるけど、うん、当時は2人とも分からないから、まあね、ずっとどの番組行ってもアタックチャンスって出てアタックチャンスってあいつがしてで横でやることないからこう指さしたりとか